ただアセンダー守りも強かったな回収した後に10秒間使えるの意味不明すぎるチートだろえ俺あれあんまり考えて使ってなかったけどあれ回収続けてたら無限に使えるいいやばすぎるなどんくらいだろうな20秒ぐらいになりそうだなでもライアットのことだからないきなりマジで30秒とかになりそう ライアット調整がばいんだよな。がばいっていうかなんかもう、そんなみたいなのマジで入る。マジでゼ、もうゼロ十の調整しかしない。基本。ロルは割と俺調整、あれだと、というか、まあロルはゲーム性的にな。調整に上手いも下手もねえんだよな。キャラ多すぎる。バロはあんまりちょうどいい調整っていうのがされてるイメージないな。 確かにジェットは良さそう。ジェットは確かに良くなった。あ、でも最近いいか。ジェットとかサイファーとか。もう夜は本当に、あの、調整が下手とかはどうのの前に、もう、キャラクターはダメだったのかもな。もうコンセプトが終わってた可能性がある。デュエワークっていうのはもうダメなのかも。スキル1個変えたら使えそうだけどな。 ああ、いいじゃん。ライズみたいにさ、周りの味方も TP させようぜ。ライズも主人公だし、夜が主人公ってことにしよう。実際デコイがマジで死んでる説はある。デコイをさ、その、設置型、移動型のタレットにしたらどうタレットぐらいのダメージが出る。チュンチュン、チュンチュンって。デコイと入れ替われるとか。確かに。 それは、デコイと入れ替われるか。入れ替わったのをどう表現するかがむずそうなのと、それをなくしたらちょっと、ま、でもあの、デコイを打たなきゃいけないようにしなきゃいけないとは思うね、俺。もっと打たれやすくする。ま、打たなきゃいけないは、ま、ちょっとあれかもしんないけど、なんかその、足音が一定すぎて、 偽物っていうのがすぐわかるからデコイがもう完全に死んでるんだよないやでも別にそういう問題じゃない気するな夜がどうのこうのの前にお前の席ねえからって感じすんだよないやあいつ別にデュエじゃなくても湧くなくないまあそもそもなスキル自体がなスキルを強くするのはまあ あんまり賛成もできないしな、俺は。痛恨なぁ。痛恨もまあ俺結構好きだし、やりたい、やりたがりだけど、割と俺痛恨。痛恨もまあ冷静に考えたら割と不健全なんだよな、あれ。難易度があるからいいって感じなんかないや、常にどこかの通路にスモークが巻き続けれるって、結構俺不健全だと思うな。 だってさなんか相手のスキルを管理してそのスモークがもう切れるとか1個使ったとか何だとかっていうそういう駆け引きも度外視感あるじゃんまあ極端な話その振ってこっちに使わせてみたいな動きとかもあるけどそのずっと A メインにスモークがあり続ける状態とかうんまあでもそれでもだいぶバイパーはね2つだけ同時に投げなくなったりして。 なんとかはなってるけどね。通ンやんのは好きなんだけどな。イニシエーターは結構いいバランスだよな、今。レイズのナーフは足りてるレイズそもそも俺、あんまりレイズを強すぎると、まあ、強すぎる、強いんだけど、その、えー、なんつうんだろうな。 ナーフを考えるような、うん、ナーフを考えたことあんまなかったから、俺知らなかったからマジで突然ナーフされたような感じした。ゲーム詳しくなるのに、やってるかやってないかってあんま関係ないんだよね。実はね。ああ、でもジョイちょっと今強すぎるね。ジョイのバフはちょっと正直俺意味わからんかった。あなんであんなにバフしたんだろう。なんかその、 ジョイのウルトを壊すために、まあ、すでにその A 側に寄っとくか B 側に寄っとくかみたいな壊せるやつが、選択肢があったんだけど、もう今ほぼそれがない。まあ、大会レベルだったらね、その VCT レベルだったらあるけどね、その、そこの駆け引きが2人とかになっただけといえばになっただけかもしんないけど、 なんかもうちょっとなかったんかなまあでもそれで言ったらブリーチのウルトとかもバカみたいに強いしなウルトの範囲とかちょっとかずらして変えたりしたらどうにかならんのかなそのジョイのウルトでジョイのウルトで痛いところに入れないっていうコンセプト自体というかその仕様自体はすごく俺いいスキルだと思うんだけどなんか 範囲が広すぎて、置く位置が、あのー、マップとかによっては、そのもう、完全に詰む場所が出来上がりすぎるのって、俺あんま良くないと思うんだよなまあでもそう考えると、今は割とか、割と割とか、ブリーチも強い、ジョイも強い。ブリーチ、ジョイあと何が強いんだまあ、ブリムとか、あ。 まあ、ブリムはでも、ようか。ウルトか。まあ、でもいいことなんだろうな。なんか、ウルトをもっと全体的に弱くしてほしいとは思うんだけど、今日ウルトの。でも多分、それは俺の好みなんだよな、これは。多分。そう、そうあった方がいいというよりは、好みな感じがする。 うん、強力だからそれの対応を考えて動くのが魅力まあでもやっぱそれがさ強いのがさオーバーウォッチじゃんそういうことなんだろ比率のねスキルが強ければ強いほど責任が重くなりすぎる1キャラ1キャラのやっぱあとそのマップによって 絶対にこのマップにこのキャラは必要っていうのも、まあ、正直本当はない方がいいんだろうなとは思ってるけど俺は今のフラクチャーのデュエ枠って結構幅広いじゃんジェット、レイズ、ネオンでもブリーチは固定みたいな感じだしね